はい、皆さん、トライアングルです。今回ですね、こちら、まあ、タイトル見ていただければわかると思うんですけど、炭治郎と、善逸と、伊之助の、コース、まあ、コースというか再現したコースを作ってみました。まあ、ちょっとあまり言うとね、ネタバレになってしまうんです。ネタバレになってしまう可能性があるので、まあ、あまりちょっと詳しくは言えないんですけど、まず、炭治郎ですね。はい。まあ、なんて言えばいいんだろう。あんまり、矢印で、まあ、追ってくるのがあるんですよ。その炭治郎に向かってね。矢印攻撃、まあ、思いっきりアバウトに言いますよ。矢印攻撃が炭治郎に襲ってくる、その戦いがあるんですよね。とあるシーンというか、戦闘で。それをちょっと今回、まず、最初、炭治郎、イメージしてみました。こういう感じで、矢印が襲ってくるっていうコースなので、まあ、今回は、あえてキラーこういう感じ、こういう感じ、こういう感じで攻めてくるみたいな。なんとなくイメージしていただけますかね。はい。で、こういう感じをまず、炭治郎のコースを作らせていただきます。まあ、これはまだ簡単な、感じに作りました。こういう感じで、ほら、攻めてくるんですよ。追いかけてくるみたいな。そういう感じで、やって、次、善逸のコース、じゃあ、伊之助か。伊之助のコースです。はい。伊之助は、まあ、とあるシーンというか、森っぽいところで、まあ、巨大な、最強のやつと戦うんですよ。巨大系のやつね。で、持ってるフラワーは二つだけです。要は剣ですね。二つ。二刀流の剣。どちらか一本っていうか、まあ、二本なくなったら負けですよ。はい。それをちょっとイメージして作りましたと。で、こいつはもうとにかく強いの!こいつはとにかくね、ここの、ブクブクは最強なんですよ。で、かつ、この、どでっかい、ああ終わった！これも二本なくなったので終わりです。はい。まあでも一応やり直しはできるようになってます。はい。難しくし、ちょっとあまりするのも。まあ、今回は再現コースなので、まあこういう感じでやると、一応花は戻ってないですね。いや、申し訳ございません。ちょっとこれは、まあ、鬼畜仕様にしてしまって、もうちょっと、いやでもな、伊之助だから2本にしたいんだよな、できれば。できれば2本にしたいので、ここの攻略法をじゃあ、お伝えというか、しときます。はい。ちょっと距離取るんですよ、これ。はい、今ダメですね。ギリギリ、本当に、プクプクが出るか出ないかによって、かなり難しさ変わってくるんですよ、実は。だから、そのプクプクが出ないように、ある程度の一定の距離を保ちながら、こういう感じで、ほら、これやると、やばい、危ない。で、プクプクが召喚されると、結構ついてくるのかな。これはまだついてこない。あ、ついてくるよね。来るんだよね。これがちょっと厄介でござりまして、いいですよ。いいよ、まだ、刀一本も壊れてない。まだ一本も壊れてないから大丈夫。よし。ゴリ押せるか。ゴリは無理だな。ゴリ夢中無理。あ、危ない仕方ない。いやー、やばい。もう一本しかない。やばい。刀がもう一本しかない。頑張れ。やばいよーくそー。まあ、と言ってもですね、一応救済処置はあるんですよ。はい。こっち、やばい。ちょっと待って。もう一本で、ね、刀が、実は、ひっそりと隠されているという、設定ここにね。が難しいかな。炭治郎のところはそんなに難しい。危ない。いけるかな。いけ。こっから一応、入れるんですよ、実は。いやーこっから、まあ、逃げることもできます。はい。まあ、ちょっと入りましょうか。とりあえず今回は。倒すこともできるし、逃げることもできます。そして、次。ここ。ここは、善逸のコースですね。はい。雲の、敵と戦ったところでございまして、今、カメックなんですけど、雲の糸に吊るされている状態です。で、シュンと消えるんですよね。もちろん、早いんですよ。捕らえることができないということで、これをどんどん突き抜けていくというコースでございますが、こんな簡単に、あれちょっと待って、簡単になっちゃった。あ、ちょっと、やばい、そうなんだよ。ここがね、えい、まず、いけるかな、危ねえ。ちょっと今これ、運良かったです。いつもだとこれ、走り抜けれないようになってたんだけどな。ちょっとこれ、カメック1体追加しようかな。ここに1体追加して、うん。こうやってやると、あれかな？走り抜けれないようになるかな？多分。なんか練習の時ではね、こうやってやると、ここにいきなり目の前に結構現れたりするんだ。あ、オッケー。こういう感じでやるとあれかな？もっと、わーおこういう感じで、たまに蜘蛛の糸にこの、捕まってしまうみたいな。で、最後にこいつがいるから、うまく、あここうまく飛んでか、まあ、もしくは、こっから大ジャンプして、踏んでゴールみたいな。そういう感じのコースを作ってみました。いかがでしょうか？個人的には、もうちょっと、なんとかできるかなと思うんですけど、今のところね、ニュースーパーマリオブラザーズ、よければ、昨日かな多分投稿したと思うんですけど、そのニュースーパーマリオブラザーズの、パート5、昨日投稿した、やつですね。それにね、雲の巣が作れる
作れるというか、そういうコース、ギミックがあったんですよ。あれできればマリオメーカー2でぜひ出していただけたらなと。そしたらね、ルイのコースが作れるので。いや、でもニュースーパーマリオブラザーズ2あるよ。マリオメーカー3で。なんかそんな気がする。皆さんどう思いますでしょうか。よかったらニュースーパーマリオブラザーズ、実況やっておりますので、見てみてください。黄金マリオとか、そのいろんな仕様、要は骨パックンみたいなキャラもいるんで、多分、真新しい、完全に新しい感じのマリオメーカー3、3というか、その、ぽいので、見ていただきたい。はい。概要欄に一応貼っておきますので、ぜひぜひ。ということで、じゃあ今回、この辺りで終わらない終わらない世界のコース、行きましょう！わー、面白そう、これ。クリア率 3.80% ですね。行きましょうか。いや、サムネ見る限り最後にクリボンを踏みつけれそうなので、すごい楽しみです。行きましょう。クリア率、でもクリア時間16秒とかだったので、多分短いコースで、時間制限があるんじゃないかな。30秒くらいと予想。300秒。ん？え？いける？ババーン！まあまあ、わかった。たので、これでも問題はないだろう。さあ、行くぞ。食べた！ほ、はい。8！ よし。え？これ多分いけるよね。大丈夫だよね。大丈夫だよね。オッケー。なるほど。大丈夫。進め、トライアングル探検隊。なんだ？ただいま！なんか矢印で向こう戻れって言ってる。こっち？わーい！あ、ピンポン！ピンポーン！ピンポンだが？ピンポンだが、これは、いけるのかな？積んでいけばいけるか？いけなくない？いけるか？これでいけるか？うわー！来た！来た！やーん！あるようにしてる。優しいコースだ。で、ちょ進め！見えない！よーし！来たー！オッケー！いやー、素晴らしいコースでした。面白い！ルイジタイム。んー、スピンナー。クリア率 4.43% を参りましょう。とにかく要はスピンをし続ければいいっていう感じだと思い、いやー、一回地面から離れたかー。いやー、いいね。楽しそうです。行きましょう。なるほどね。これね。いや、このシステムほんといいよね。マリオメーカー2の一番のなんか僕の中で、なんかいいというか条件。条件クリアっていうので、本当に幅が広がった気がするという、いきなりの上から目線。よし、オッケー。で、このままですね。で、こうか。なるほど。で、これスピンできるよね、こっから。確か。ほい、オッケー、できる。あれ？これ意外と簡単なのでは？じゃあ皆さん、まだ上司、あ、すごい、これスピンしながらあれや、丸々もりもりやると、あれなんだ、スピンのまま行くんだね。にゃん！これ知らなかった。はい。はいはい。わい。ウェイ！意外と簡単にクリアできちゃった。ウェイとアーしか言ってなかったんだけど、大丈夫かな実況的に。まあ、いつもか。なんか面白そうなコースだしない。クリア率 2.90%。なんか、なんだろうな、コインに進んでいけばいいんだろうけど、怖いのが、マリオブラザーズ1なんですよね。初代、ファミコンだからそこが怖いかな。操作性が、かなり、これが Wii U とかだったらね、かなり簡単だと思うんだけど、なるほど。まあ、でも、ワンは正直楽しいんだけどね。あ、しましょ！押して。あ、こうでいいのかな？合ってるかどうかわからない。いや、合ってる。はいはい。で、こうでいいのかな？あ、いいねいいねいいね。なるほど。ちょっとそんなスピードランでは、なーん！な、ラーン！あ、ん？これ押す、あ、押した！なるほど。こうして、あー、オッケーオッケー。パウが出てきたと。で、こうして、こっから考えましょう。考えますが、考えようがないですね。これ行くしかないね。はーい！よっしゃー！いけたよー！いけたに直樹！よし！で、こっから、押していい？これ。押させていただき、モウス、イエスと、やったぜ。で、多分これこのままヘルメット被ったままじゃないといけないとかだ。あぶねー。危ない。なるほど、なるほど。で、いけるね。オッケー。次は？オッケー。トロニーさん、忘れてましたよね、今、オッケーって言うの。いや、それを言わないでくださいよ。やーん！危ない！よし、このままいけるぞ。で、しかも今、多分これね、おそらく、本来はこれヘルメットいらないんですよ。中間があるってことは。だから、一個私は、ダメージを受ける権利を得ているということなんだよ。ね、オッケー。なんだ？あの地下ブロックすごい気になるけど。まあ、いや、とりあえず、こっち先行っちゃおう。で、あー、なるほど、キーラーに乗って進んでいけと。いけ！ダーン！あ、ただいま。ちょっと待てよ。落ち着け。
大丈夫。まだまだいくらでも、いくらでもやり直しが効く。そう。マリオメーカーだったら、やり直しが効くんです。人生はやり直し効かないですけど。もう僕はもう、積んでるんですけど。ねーん！あれ？ん？あー、なるほど。こっちのキラーも待つのか。わかったわかったわかった。オッケー。で、こうして、キラーが来ます。こっちです。こっち来てください。こっちです。こっち、こっち、こっち。よし、オッケー。で、コピーン！はぁ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 ！ここよ、ここよ、ここよ、ここよ。もうミスは、許されないぞ。よし。で、これはちょっとゆっくり行こうか？行っていいのかい？いいのかい？いいのかい？いいんです！ここからよ。集中して。こっから飛びます。で、待って待って。一回これ落ち着くべきか？これついてくべき？ついてくべきではない気が。いやー、ついてくべきだ！ついてかないといけないなー！え？押せないよ。出てきた。で、こっから、なんだね。うわー、なんか難しい。これも、普通に難しいわ。ちょっと待って、集中。いやーだよ！待って、もう嫌よ。もうクリアさせてーよ。ありがたい。これはありがたい。普通にありがたい。で、ここから普通に押していいんだね。普通に押すよ。こっからでも待って、考えろ。この先を考えながら行かないといけないんだけど。いや、オッケー。あ、止めない！通ろ！やばい、食らっちゃった。大丈夫かな？相席をお断りです！嫌です！相席をお断り！なんだこれ難しくね？普通に。クリア率 2% なんだね。はーい、よかったよ。このまま、またゴール。これ突っ切れば旗があるのか。いやー、なんだこれ。ちょっと待って、デカマリオじゃないとダメなんじゃないの？頼む。大丈夫。あー、よかったー。あのハテナブロックが気になったけど、多分デカマリオのままだったらゲットできてたんだろうな。はい、ということで、まあ、今回は、ちょっとすごい時間かかっちゃいましたけど、今回は、鬼滅の刃のね、コース3連続というか、感じを作ってみましたが、いかがでしたでしょうか。はい、ということで、じゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。じゃあお疲れ様でした。いやー、疲れた。バイバイ。